海上保安庁大型巡視船あさなぎが襲撃したとの情報をキャッチしました。今回は、大型巡視船あさなぎ襲撃で変わる日本警備を詳しく見ていきます。最新技術搭載で巡視船も変化しています。ただ、鉄板が護衛艦に比べると薄いからね。そこ気になるよ。2023年7月6日、三菱重工業者の下関造船所に手建造が行われ、昨年2022年6月末に、進水と命名式が行われていた海上保安庁の新型の大型巡視船、あさなぎが、同庁の第10管区海上保安本部への襲撃を迎えた。海上保安庁の警備体制は、第1から第11までの11箇所の管区海上保安本部があり、ここに担当する管轄を分けて構成されており、この中で、第10管区海上保安本部は、熊本、宮崎、鹿児島県の東シナ海、八代海、太平洋にまたがる海域を所管している。石油、天然ガス等のエネルギー資源は、もちろんのこと、食料をはじめとする、多くの物資を海外から海路による輸入で賄っている日本にとって第10管区海上保安本部が管轄する海域は最重要な交易航路を含んでいる。また、この管轄海域の中には中国側の艦艇が太平洋方面に進出する際に必ず通過することが必要となる大隅海峡が含まれており、海上保安庁は警察機構の一部とはいえ、軍事上からも重要な海域の警備を担う立場にある。今回、この海上保安庁の第10管区海上保安本部への襲撃を果たしたあさなぎは、ヘリコプター搭載型の大型巡視船である、巡航型の2番艦にあたり、1番艦の巡航の同管区に、2020年4月に配備されている。ヘリコプター搭載型の大型巡視船巡航型は、総トン数が6742トン、全長が約 140.0 メートル、最大幅が 16.5 メートルの艦体を持ち、これに、ディーゼル機関4機を組み合わせた CODAD 方式を採用、最大で出力3万6000馬力、25ノット以上の速度を発揮する。巡航型の乗員定数は、56名とされており、兵装としては、大型の巡視船にふさわしく、ボフォース社製の70口径の 40mm 単装機関砲を、1機とゼネラルエレクトリック社製の 20mm ガトリング砲を2機搭載するなど充実している。これらの重火器に加えて、巡航型は、遠隔放水が可能な放水銃と、大型巡視船として、2機の回転翼機、ユーロコプター、EC-225 シュペルピューマ MK、IITAS を収容可能な格納庫を備え、航空機の運用能力も極めて高い。すでに、巡航型巡視船は、今回襲撃を果たしたの2番艦のあさなぎに続き、3番艦の弓張も、今年2023年2月に進水を終えており、今年度の2023年度中には、同様に、第10管区海上保安本部への配属が予定されている。ちなみに、海上自衛隊最新鋭の艦艇であるもが身型護衛艦の場合、基準排水量は3900トン、満載排水量は5500トン、全長は 133.0 メートル、最大幅は 16.3 メートルの規模であり、巡航型は、数値的にはこれよりも大きい。しかし、も、が、身型護衛艦は、さすがに、軍艦のフリゲートクラスである艦艇であり、機関部には、ガスタービン機関とディーゼル機関を併用する、コダグ方式を採用。最大で、出力は7万馬力、速力は30ノット以上、乗組員数は、定数で90名となっている。巡航型巡視船は、1番艦の、
竣工の建造費はおよそ172億円であるが、目下、三方護衛艦は、席あたりおよそ500億円弱と約3倍近いコストとなっており、巡視船と護衛艦とでは、建造費用には大差があることは明白である。ただし、この違いは、単純に、巡視船と護衛艦という、くくりのみに起因するというわけでもなく、竣工型巡視船が、建造コストを低減させることを、設計時点から、大きな目的に掲げていた点が大きく、民間の商船を基準に置いた構造とさている影響が感じられる。海上保安庁で最大の規模を誇る巡視船の一つである黎明型は2020年2月から2022年11月にかけて3隻が収益を果たしているが、総トン数が約7300トン、全長が 150.0 メートル、最大幅が 17.0 メートルの艦隊に4機のディーゼル機関を備え、出力や速度は竣工型とほぼ同様だ。黎明型巡視船は、回転翼機の収容能力は、1機のみと竣工型の2機には譲る部分もあるが、兵装面では、ボフォース社製の70口径の 40mm 単装機関砲、ゼネラルエレクトリック社製の 20mm ガトリング砲とも2機を装備するなど強力である。さらに、黎明型巡視船は、海上保安庁で、最大の規模を持つ四季島型巡視船に連なる系譜に位置する存在であり、その設計は、軍艦の構造に準じた強固さが盛り込まれており、それもあって、建造費は、一隻約262億円と、高額でもあった。いずれにせよ、海上保安庁が竣工型巡視船のような大型の巡視船を建造、配備している理由は、中国からの尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面への圧力が飛躍的に増加しているためであり、その対処が喫緊の課題となっているゆえだ。故、石原慎太郎氏らの尖閣諸島の東京都への編入をめぐる政治的な動きが行われた後、2012年には日本政府は同諸島を国有化する判断を下したわけだが、これに対し、中国側は、その動きを妨害する行動を激化させてきた。尖閣諸島の周辺の日本の領海や排他的経済水域に対して、中国側の船舶は、頻繁に接近、そして侵入を繰り返すようになり、これを受けて、日本政府は、合計で、12隻の巡視船から、なる尖閣領海方面の警備の専従体制の設置を余儀なくされた。この動きは、2016年3月には、拠点整備も含めて、一応の体制の構築を完了させたものの、2013年以降、中国側は、それまで4つ組織に分かれていた海上警備機関を、中国海峡局という一つに統合し、軍事警察に連なる、事実上の第二海軍へと編用させた。そして、2016年以降になると、尖閣諸島の周辺海域に侵入する中国の漁船をガードする形で、同海域への侵入を常態化させ、日本のマスコミにおいては、これらの中国海峡局の船舶を、中国公船という表現で報道することが一般化した。1990年代以後、政治的な改革開放路線によって、国力に直結する、経済力を大幅に増大させた中国は、2016年、日本側が海上保安庁による尖閣領海方面の警備の専従体制を確立した時点で、すでに排水量で1000トンを超過する船舶の数を倍以上にまで増加させている。2023年となった現在、正直なところ、海上保安庁は中国海峡局、海上自衛隊は中国海軍の船舶や艦艇、航空機等の数に対して独力で対峙することは甚だ困難となってきており、
国家としての経済規模の差から、これを数で挽回することは、もはや不可能に近いだろう。日本に比べて、はるかに広大な領土を有している中国が、今更尖閣諸島や引いては、その先の沖縄を勢力下に置こうと画策しているなどという、言説に対しては、親中的な言論人からは、単なる陰謀論のような扱いの発言も目につく。しかし、南シナ海の大半を自国領だと主張してやまない中国は、同海における人工島に軍事拠点化を進めるなど、事実上の支配権の確立を推し進めており、最近では、習近平は沖縄のことをついに琉球と呼称し始めている。これは共産中国が建国して以来、自身は一度も支配下に置いたことのない台湾に対し、かつての清志王朝の藩と出会ったことを理由に、その地を回復して自国領とするのは当然と考える思考を沖縄にまで拡大し始めた現れだろう。そして、さらに不穏な中国側の動きとして、最近確認されているのが、尖閣諸島の周辺の日本の領海内に侵入した中国海峡局の船舶が、これまでには、同海域では、行っていなかった AIS と呼ばれる、船舶の識別用の信号を発信し始めたという事象だ。AIS は、安全に外洋を航行するために、主として、民間の船舶が、自らの船名や航行位置を他国に向けて発信するために用いられている仕組みだが、最近は尖閣諸島の周辺海域に侵入する中国海峡局の船舶がこれを使用し始めたという。実は中国海峡局の船舶は自国領だと一方的に主張をしている南シナ海においては日常的にAIS の識別信号を発信する対応を行っており、そこが自国領だと周辺国に知らしめる意図を持ってその実施をしているものとめされ、尖閣諸島にまで適用範囲を拡大させたと考えられる。